電話関係の仕事をしています。数ヶ月前のある日、都内某所のワンルームマンション。そこは、オートロック式のマンションで、3階建ての建物でした。築大体3年くらいとのことでした。で、そのマンションのあるところに、作業に行った時の話です。作業を行う時は、必ず、前日に、確認の電話をうちの会社では入れます。私は、連絡先に指定されていた、携帯電話番号に連絡を入れました。大体8回ぐらいのコールの後、その、仮に A さんとしておきます。A さんが出ました。はい。妙に沈んだ声です。お世話になっております。私丸の B というものです。A 様の携帯電話でございましょうか?はい。しばらく間を置いて、また、えらく沈んだ声で、返事が返ってきました。ほにゃららの件で、A 様の作業ご希望日、明日午後、となっておりますので、明日15時頃作業のためにお伺いしたいのですが、ご都合の方はいかがでしょうか?はい。都合がいいのか悪いのか、はいという返事ではわかりませんが、とりあえず了承したと受け取り、明日伺うこと、作業開始前に携帯に連絡を入れることなどを、再度伝えます。その事前確認の時から、変といえば変でした。何を言っても少し間を置いて、はい、という返事しか来ないのです。でも、まあ、妙な客はいますし、その時は、嫌な客変な客系の人じゃないだろうな。という心配はしましたが、特に気にもしませんでした。翌日、午前の作業を終えた後、九段の A さんのところに伺いました。賃貸マンションのため、ビル管理会社の人も同席します。近場のコインパーキングに車を止め、マンションに向かう前にこれから伺う旨を、携帯で連絡します。はい。昨日連絡いたしました丸の B ですが。はい。昨日もご連絡いたしましたが、作業の方これからお伺いいたします。あと5分ほどで到着いたしますので、よろしくお願いいたします。はい。という、妙に沈んだ声で返事が返ってきました。同僚の C に昨日からのことを話し、絶対危ない系の客だ、この間の丸みたいな、と、決して客前ではできない、今まで見た客ネタで話をします。やだなぁ。丸って、この間の、あのヒッキーみたいなやつでしょ。あの部屋自体が、やばかったですよね。そんなこんな話をしているうちにマンションに到着です。マンションの入り口にはビル管理会社の人、D さんとします、が待っていました。お約束の名刺交換の後、ロックを開けてもらうべく、連絡をします。1回目のコールでは、反応がありません。2回目のコールで、しばらく間を置いて、反応がありました。はい。先ほどご連絡いたしました、丸の B です。作業の方にお伺いいたしました。ロックの方、解除してもらえませんでしょうか?返事の代わりにロックが解除されました。エレベーターに乗り、お客様の階へ。3階建てのマンションの3階でした。だいたい1つの階に6、7部屋あるマンションでした。エレベーターを降り、通路に出ると、そのうちの1つのドアが開いていました。うん?ひょっとして、ドアを開けて待っていてくれているのだろうか?そのドアの開いている部屋が、A さんの部屋でした。ごめんください、丸の B ですが。返事がありません。ワンルームマンションなので、扉が開いていると、内部がほぼすべて見通せます。キッチンの先に部屋があり、そこの扉が開いています。廊下にあるバストイレらしい扉も開いています。が、部屋の中には誰もいません。エアコンがついており、PC かテレビか、あの独特の青白い光が見えます。カーテンは閉めてあり、奥の部屋は、妙に薄暗いのが印象的でした。A さん。管理会社の D さんも声をかけますが、やはり返事がありません。ひょっとして行き違えたのかもしれません。同僚の C にロビーまで見に行ってもらいました。が、ロビーにはいなかったとのこと。私、C、管理会社の人ともに顔を見合わせます。出かけているんですかね?いや、でもロック開きましたし。極度の人見知りで、どっかに隠れているとか?隠れるところなんかないですよ。まあ、戻ってくるかもしれません。しばらく待つことにします。妙な出来事といえば妙な出来事ですが、隣に行っているとか、緊急の用事で近所に行っているとか、そんな理由かもしれません。まあ、
ドアが開いていたのは妙ですが、勝手にやってくれということかもしれませんし。10分ほど玄関前で待ちましたが、A さんは戻ってくる気配がありません。勝手に始めるわけにはいかないんですか？はい、やはりお客様の室内ですし、何か問題があったとき困りますから、お客様か、お客様指定の立ち会い者、またはお客様から書面の形の委任状のようなものがないと、勝手に作業をするわけには。まあ、常識的に考えれば、そうでしょうね。ひょっとすると、中で倒れているとか、中に手紙があるかもしれませんし、私、ちょっと上がってみます。そう言って D さんは、A さん、失礼いたします。と、心持ち大きな声で言った後部屋に上がりました。が、やはり誰もいなかったし、手紙や類するものもありませんでした。なんだか気味が悪くなってきました。A さんの携帯に連絡しましたが、部屋に置いてあるのか、コール音が虚しくなるだけです。なんなんですかね、これ。さあ、どこ行ったんでしょうね、A さん。何がなんだかわけがわかりません。オートロックを解除した時までは A さんはいたはずです。が、開け放たれた扉と、運転しっぱなしのエアコンと起動したままの PC。が、肝心の A さんはいません。まるで、マリーセレスト号事件のようです。警察呼んだ方がいいんじゃないのか？いや、でも事件じゃないし。少々、というかかなり奇妙な気分がしてはいましたが、いつまでも待っているのもなんなので、建物自体への電話線の引き込み口と MDF というところを見るために、私と C は D さんを A さんの部屋の前に残して、外回りと MDF の確認に行きました。外を見るとき、それとなく3階のベランダを見ましたが、ベランダの見える範囲には人影はありませんでした。外回りと MDF を見た後再び、A さんの部屋の前へ。が、A さんが戻ってきていないとのこと。結局30分近く待ちましたが、A さんは現れませんでした。不在連絡を書いて、それを靴箱の上に置き、D さんに携帯番号を教え、何かあった時は連絡をしてもらうことにして、現場を去りました。妙な出来事に、車内でその謎解きになりました。変な人で、戸惑う我らの姿をビデオで撮っていたのではないか？が、その意見を言った C は、それらしいものを目につく範囲で探したが、カメラを隠せそうなものはなかったとのこと。D さんと話した時の話では、近所付き合いをするようなマンションではないとのことです。まあ、ワンルームなら当然かもしれませんが。結局事務所に戻り処理をして、その作業の受付をした部門にお客様不在の旨を連絡しました。上司に一応相談しましたが、この業界長い上司も、そんな妙な出来事は初めてとのことでした。その後、D さんから18時ごろ連絡がありました。D さんはその後2時間ほども A さんを待っていたが、結局 A さんは現れなかったとのこと。結局、勝手に扉を閉めるわけにもいかないので、そのまま一筆書いて、現場を去ったとのこと。妙な気分を通り越して、何やら背筋が寒くなりました。翌日、翌々日と、その A さんに、再作業の意思があるか確認のためにも連絡を入れました。が、応答がありません。その作業案件を受け付けた部門に問い合わせたところ、そこも A さんと連絡がつかない状態とのこと。その作業案件は、未だに、お客様連絡待ちという付箋がついた状態で、事務所の棚に置いてあります。その出来事から2ヶ月ほど経っていますが、A さんからの連絡はありません。もちろん、受付部門にも。書き込みをする前に試しに A さんの携帯にかけてみましたが、コール音だけで連絡がつきませんでした。